対馬にもこういうかがり火台はあったけど、また幻覚が見えちゃったりすんのかな。ここではそういうのないか。ああ、あったわ。取り戻しましょう。ああ、志村のおじきか。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。いや、本当何かとこういう幻覚が見えるんだよね。いつまで続く。あまり弱音を吐かない陣もさすがにちょっと辛そうだね。やっぱ陣にとって辛かった記憶みたいなのがフラッシュバックされてんのかな。今のもまあやっぱり叔父上を裏切ってしまったっていう負い目があるんだろうね。幻覚の中で武士らしくとか言ってたし、まあ、自分で選んだ道とはいえね。で、じゃあ今回は、普通にストーリーを進めようと思うんですけど、俯瞰とこに行って。いや、ちょっとね、これ、すごく、個人的な話なんですけど、最近やっとプレイステーション5を変えたんですよ。で、この対馬もプレステ5版にアップグレードしたんですけど、そしたらもうロードの速さがすっげえの。これちょっと見てほしいんだけど、俺が感動したことを。まあこういう、なんだろうな、360度に広大なマップが広がってるゲームって、やっぱりマップが持つ情報量っていうのが、見ての通りすごいからさ、ファストトラベルすると、すげえロードに時間がかかることが多いんだよね。まあ例えば、今ここにいるわけだけど、このすげえ遠くの負荷の集落まで行こうとしたら、普通だったら歩きながらちょっとずつマップの情報を読み込んでいくわけだけど、一気にワープしようとしたらこの周辺のマップ情報を一気に読み込まないといけなくなるんだよね。だからロードに時間がかかったりするんだけど、これすごいですよ。これ飛んで、これ編集してないからね。今一瞬でここまで来たけど、これたまげたぜ、さすがに。っていう感動しましたっていう話です。いや、対馬はもともとロードが早いゲームで、このグラフィックの割には別に遅えなとか思ったこともないんだけど、それにしても早すぎてビビったね、プレステ5版は。じゃあまあ俯瞰とこに行きましょう。えい、あっぱれだ。でしょう。さすがに手柄が耳に届いたかな。天蔵余計なこと言ってねえよな。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。まあまあまあ。得意になるな。ようやく。なんでそんな言い方すんの。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。仲良くしようよ。手は組んでくれるんでしょ。あと数日で息の民は毒の餌食となるか、猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。だから手を組もうぜ。槍川のって話よ。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。うん、敵は同じなんだから。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。ほう、企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。あ、砦を落とすチャンスなのかな。精鋭を連れたのならば、守りが手薄の今のうちに奪い返せる。チャンスだ。安兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。捕虜。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。そいつらを助けるのが優先ってことかな。しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。そいつら中毒になってんじゃないよ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。え、使い物になる。そいつら守りを固めて毒飲まされてんでしょ。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。まあ陣も飲まされてるけどね。大風の雷光のごとく、かっけえサブタイトル。まあ要するに、大鷹様が今砦を開けてるから、今のうちに砦を落として、しかも捕虜を助ければこっちの戦力も増えるかもしれないと。いいことだらけだね。なので砦まで行けと。これもう直接行っちゃっていいんだ、砦まで。ああ割と早く落とすことになるんだね、境砦。じゃあもう直接行っちゃおうかな。あんまりこの周辺飛べる場所ないんだよな。まあ強いて言うならここが近いかな、港の八重。
いや、はえーロード編集してないんだぜ、今のロード時間を詰める編集ってよくするんだけど、風が吹いてる方にじゃあ行こう。空わー、馬が倒れてる。あ、なんか今調べられそうだったな。いや、こういうのでもいちいち幻覚が見えたりするんだよね。山歩いてたらこういう調べる場所があってさ、ちょっと馬って言うとビリーブの記憶とか思い出さない？お前さえ守れんのか、ビリーブ。名をつけねばな。出会った頃の記憶だ。誠の心許せ、ノブ。いつか穏やかな旅に出ようか。よく言ってたな、それ。たっぷり間を取るな、つれー。今たっぷり間を取ったよなセリフ全部終わったのに悲しい、思い出してしまった。行こう、空。お前がいてよかった。お前がいてよかった感情のこもり方をすごく感じるな。境取りで遠いんだよな。高い場所にあるから。どっから行きゃいいんだ。そっから登れるか。そこ登れそうだね。よいしょ。タカフックもまた役に立ちそうだな。タカフック、だいぶ近くまで来たと思うけどな。あ、いや、高いとこ来すぎたか目的地あっちになってたな今。この砦か。この砦の外にいる捕虜を救えに今目標はなってるけど、これ登りすぎたかちょっとどうしよう。もっと上まで登ったらなんかアイテムあったりしない？山があったのでとりあえず一番上まで登っちゃいましたけど、まあこれといってアイテムとかはなかったんだけど、この景色がプレイヤーにとっての一番の贈り物ってことでいいのかな。しかしすげえな、ここ。ほんと島のほとんどの場所見えんじゃないの。すっげえ景色、天気悪いけどすげえ。あー、降りよう。別に何もなかった。さあ近くまで来たぞ。敵とかいるのかな、もうこの辺から。うわ、いるな、いるな。あ、てかここ前も来たな。あー、どうしよう。なんか直接上行く方法とかないんだっけ。前来た時も結局なくて正面から行くことになったんだっけ。あー、なんかこの辺の岩は微妙に登れないな。ツルツルすんな、ツルツルすんなよ。不可の仲間、まずは猛虎を始末せねば。そうだな。さて、じゃあこいつは今だいぶちんたらしたけど闇市までに行けましたね。いやー、めんどくせえな、ちまちま暗殺すんの。やっちまった方がいいかな、一気に。あ、連殺できる。もう一気に仕掛けるか。おら、二人で区内投げちゃう。これでクロードゲージが溜まったので終わりゃ。これだいぶスマートなんじゃないの。かなりの人数一気にやったぞ。えい、よしよしよし。海賊に恩も売れたし話そう。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。え、お前はもしや侍か。クロードだ。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。うん、あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。
お主は負荷のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。そいつが今いる猛虎兵の頭かな。クンビシュ。あ、でも仲間を確保することに成功したね。うん、こいつはまだ毒飲まされてないのか。じゃあ使い物になるな。じゃあどんどん行こう。あの上のやつ厄介だな。この距離で行けるか。長い弓なら狙うか。しゃあ、気持ちいい。射程長いな、こっちの弓は。あそこのやつも狙えるかもしんない。ちょっと上に、しゃあ。あとはもうそいつ普通に暗殺できちゃうでしょ。こいつ樹脂だな、歌うやつ。こいつ消したらもうあとは雑魚だらけよ。あいつら気づいてねえな。間抜けで助かるわ。こんにちは。あー、いけると思ったのに闇討ち。クナイ投げちゃおう。え、ちょっとなんかやたら硬くない？やたら硬くない？さっきから切り続けてんだけど。歌われてるせいか。あいつのせいだな。ほまるかったー。おら、あの歌の効果すげえんだな。いや、めちゃくちゃ切り続けてたもんな。痛い。あー、クロートゲージが消えちゃった。やってくれんじゃねえか、ほら。そういえば今着てんの猿髪の鎧だったな。そう、猿髪の鎧のちょっと色変えたんですよ。かっこよくなったでしょ。全然カウンター狙ってなかった。あー、なんか道具ねえかな。一応物資を拾って。あ、でもなんか仲間たちちゃんと戦ってくれてたね。うん、優秀な部下だ。こいつらを連れて帰れば。ん、おい、何生きてんだおい。うん、こいつらを連れて帰れば、なんだろうな、ジンのことを支持してくれる勢力が増えるんじゃないの。あ、そういえば前ここでなんか爆弾投げられたんだよな。うおー、父上。そうだ、ここで一騎打ちしようとしてやられたんだよな、前は。誉れかったー。やってやるよ、おら。ああ、なんか今すっごいスローモーション長かったけど。お前だな、歌ってんのは。まずおめえだよ。痛い。クナイ投げんのが遅かった。よし、仲間をどんどん逃がしちゃおう。これで仲間が増えるはず。一緒に戦おうぜ。今見事に決まったね。ちょっと待って、まだ歌ってるやついるな。どこだ。ちょっと待ってね。使う道具を変えよう。それ、連殺、誉れ爆弾。おら、いてててて、あー、弓のやつがいた。くそ、クロード状態になりたかったのに。ちょっとのダメージで台無しになるからな。よっしゃ、解放しちゃおう。どんどん助けてくれ。で、そいつ歌ってんな。やってやるよ、おら。よし、あいつは強引にやれるな。うおー、戦いの中で闇討ち、かっけー。捕虜を全て救ってやらねば。まだいんのか、この辺に。どこだ、これで居場所。あ、あっちにいるな。あっちにまだ捕虜がいるし、敵もいそうだな。いや、みんなやったのか、この辺の敵は。仲間がどんどん増えていくぜ。一緒にやろうぜ。もう抜けろ。ちょっと俺もちんたら物資拾おうとしてたんだけど、この辺で。あ、でもこれ開けらんないのか。あ、すごいすごい、みんなもう行ってる。俺だけ置いてかれてる。うわ、危ねえ。あ、なんだ急に。あ、火薬だ。え、これ仲間丸ごと爆破されるとかないよな。下がれ下がれ。え、行って大丈夫なの。突っ込んで大丈夫。
すげえ火薬撒いてたけど、あ、この炎がすでにそうなのかな。行っちゃっていいのか。じゃあホマルカッターだー。よし、いいぞ、ホマルカッターだー強すぎるクナイが本当に強すぎる。あいつだな、あいつ歌ってんな。なんかさ、歌ってるあいつをさ、一方的にこれで、あ、腕邪魔だな、腕。よし、一撃で打ち止めればみんなだいぶ楽になるんじゃない。まだ歌ってるやついんじゃん、ふざけんなよ。あ、集中モード今使えね。よし、抜いた。いや、歌歌うやつさえ倒しちゃえばもう数の暴力だな。もはやこっちの方が数多いもんね。なんかよし、こいつらをもし生きて連れて帰ることができたら、だいぶジンのこと慕ってくれんじゃないの。道は開けた。不可からの信頼も得られるでしょう。いいぞ、この後の政治的なこともそう考えないと。進めって言ってたけど、あ、こっちじゃないのか、あっちか。あー、すげえ、またみんな集まってる。すごい俺だけ遅れてる。ん、なんだこれ。あ、ここジンが捕まってた場所か。あ、手を貸さんか。そうだそうだ、この部屋だ。己が父を死なせた。大高様よっ、違う。おー、決まってる場合じゃねえぞ。そうだね、この部屋で。そうだそうだ、俺柿あんま好きじゃねえって話したんだよこの柿を見て、これ柿で合ってる、そもそも柿で合ってんのかなすごいなんか香りを嗅いでるみたいな感じになってるけど、柿ソムリエみたいになってる。これ以上もうここには何もないかな。じゃあみんなのとこ行こう。ここでユナの幻覚見たんだよね。見てまんまといろいろ喋っちゃったんだ。侍なんて来ないとか。あれはうまく大高様にはめられたね。よし、みんな行こう。お願いします。何の道具使おうかな。ホムラの剣とかたまには使おうか。これなんか後半に手に入った割にあんま役に立たねえんだよな、刀燃やすやつ敵が使ってるとムカつくけど、こっちが使うとあんま役に立たねえ。ある夜、うわ、強めの幻覚、強めの幻覚見ました。ほう、それとどこにサインがあるという。父上結構なことするな。やはり戻ったか、侍。おめかくんびし、契約を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。へえ。俺を樹脂にする。それが望みか。他の人が飲んだ毒と違うの。生まれ変わりつつある。ジンが飲んだやつは。鼻向けを受け入れ、樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。大高様は。さらくば俺がこの手で潰してやる。ジンのことを高く買ってるってこと？呪いなど受け入れん。やっぱ好きなのかな。ああ、鼻向けね。あ、一騎打ちか。今クロードのゲージ溜まってたのに。一騎打ちじゃ使えねえじゃん。いや、でも猿神の鎧の力を見せつけるチャンスだな。しかし猛虎にはこういう一騎打ち文化ないんじゃなかったの？こっちに合わせてくれてんのかな。お前も砦に吊るしてやろう。やってやるよ、こら。痛い痛い痛い、痛いですちょっと待って、おら、来たー、猿神の鎧。くそ、よし、来た。鼻向けの無駄、かっこいい。じゃあ大高様に下れ。自身になぞなるか。いや、でも大して食らってねえな、タフだな、クンビシ君。基本的にカウンター狙いだな。いやー、決まるねー。ありがたくは思わんのか。死をもって、これが猿神の鎧の力よ。
痛い。いや、外すときは外す。回復しとこう。四電一線、たまには使おう。今どうなった？今の弾いたんじゃないの？弾いたエフェクト出たじゃん。あの足元への攻撃は食らっちゃうのかな、ガードしても。ずるいぞ、おら。三連撃、かっこいい。いてててて。やるじゃねえか、クンビジュ。よくも花向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。あぶねえ。いや足元への攻撃、あれよくねえな。弾いたエフェクト出んのに、なんか食らったことになってる。あれもらいたくないな。くっそ、全部ガードしやがる、あの連撃を。やるじゃねえか。ふぬけめ、皆殺しだ。いや、一騎打ちだと強え、猿神の鎧。強化した状態のステータス前見せたよね。うん、受け流しの極意が3連撃になるっていうのと、カウンター自体が成功しやすくなる。決まりまくったね。クロードゲージなくなっちゃってる。ふざけんなよ、クロード使いたかったのに。止まれかった。ちょっと弓のやつ邪魔だな。そこの区内拾って、ホマレ勝った。強すぎる。区内が強すぎる。同時に3つぐらい投げるからな。クンビシュは俺が、皆は捕虜を救え。クンビシュは俺が。あ、そっか、あいつ逃げたのか。結局とどめ刺す前にどこ行った。あれ、あいつどこ行った。なんか目的地ここになってるけど。あ、クンビシュ、あの野郎逃げたのか。そっか、今仕留めきってなかったんだな。待て、ちょっと待って、こっちか、そこ通れる。まだ行ってる。鼻向けの話聞いたよ、さっきも。それ、おー、危ねー、早く上行け。うわー。ふざけんな、汚ねーぞ。もう一回一騎打ちしろ。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。花向け大好きだな、こいつかっこいい。あ、全員殺すか捕らえるかしたんだな。いや、完全に勝ち。これは大きな勝利じゃない。砦を取り戻したのは。大高様を砦を拠点にしてたんでしょ。で、そう、あいつらのテントを燃やして、大高様が戻ってくる場所はなくなった。どうなんだろうな、この追加エピソードのストーリーのボリュームがどの程度かわかんないけど、もう中盤くらいには来てんのかな、この様子だと。砦を取り戻したのはかなり大きいはず。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。そういえば天蔵出てこなかったな、今回。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。頭下げてくれた。大高は全て見通していた。え、それゆえ守りが薄かった。え、読まれてたってこと。ニスミス釣られことづてを。いやー、まさか。だがクンビシュは死んで、なことねえよ。砦は取り返した。俺たちの勝ちだよ。ありがとうよ、おかげで戦える、うん、無傷の者は負荷のところへ。残りはここに留まれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。あ、何くれんの。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。新しい道具か何か。クラ袋。クラ袋があれば飛び道具の所持数、倍に増えんの。飛び道具の所持数。飛び道具って、飛び道具って要するに弓。区内とかもそれに当たる。持ちきれない飛び道具はクラ袋に送られて乗馬時に自動的に補充される。ああ、なるほどなるほど。
ジンが持てる数自体は変わんないけど、馬、うん、馬に、なんか言葉が出てこない。まあ、蔵袋を馬につけてあるので、そこにストックしておけるってことね。へぇー。百個鳥の兜。ああ、さっきのやつか。さっきのやつの兜か。補充するとか書いてある。へぇー。なるほどね。あ、矢か。矢、火の矢。区内はそれに当たらないか。さすがに。区内ストックできたら強すぎるもんな。あ、でも困難毒の針、吹き矢の針もストックできるあれに当たるんだ。爆竹。あ、鈴も爆竹も、あ、これ全部じゃないの。じゃあどんどんストックされてく。あ、区内もだ。めちゃくちゃストックできんじゃん。助かるね。なんか猛虎兵しばいてるやついない。え、必要以上にしばくな。それやっちゃったら向こうと変わんねえだろうが。せっかく魚をやったっていうのに。まあ、これは止めらんないか。しょうがないね。で、やったー、取り戻した。ほんでジンとしても一度もう一回俯瞰とこに戻るのか。あー、あ、でもなんか右下の進行状況を見ると、もう、あれか？結構終盤か？大鷹を倒せになってんね。そう、今まで息の海賊と手を結べってやつも、チェックされてなかったんだけど、未だに。今回の話でようやく、本当に手を結べたっていうことになるのかな？信頼を得ることができた。ってことになるのかな？じゃあもしかしたら結構終盤なのかもしんないね。ちょっと次行く前にその気になってるこの父上の酒井忠の形見、この伝承とあと偽クロードの話、ちょこの辺やっときたいね。次回はどっちかやりましょう。そもそも食い物くれる。ああ、やった。これは大きな勝利だ。じゃあまた次回よろしくお願いします。うん、猿神の鎧の戦闘はかっこいいな。うまくカウンターが決まればだけど、もっと使いこなせる人だったらかっこよくなるんだろうけどね。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。